い、皆さんこんにちは、トーイです。今回バレンタインも近いということで、ストプリメンバーみんながチョコを渡す告白ゼリフを言ってくれるらしいです。告白の後には最近投稿された青春チョコレートを流してよりロマンチックにしたいと思います。これは胸キュン間違いなしですね。それではまずコロン君からどうぞ。急に呼び出してごめんね。君に渡したいものがあるんだ。何かって？そりゃあ可愛い茶色のあれだよ。もうバレてるよね。受け取ってください。ミヤマクワガタ。恋してる君に、恋してる僕はチョコ。はい、ストップ、曲止めて。あれ、なんか問題あった？問題しかねえよ。そこチョコだろ。なんで好きな人にミヤマクワガタ渡すんだよ。思いを伝えたくて。ミヤマクワガタからどんな思いが伝わるんだ。でも青春チョコレートのおかげでちょっとロマンチックに感じたわ。すごいな、曲の力って。はい、気を取り直して次のメンバー行きます。ジェル君どうぞ。あ、来てくれたんだ、ありがとう。その、実は君のことが前から好きでした。バレンタインだからさ、これ受け取ってください。平田クワガタ。恋してる君に、恋してる僕は。もうええって、クワガタは。よかったでしょ。よくねえよ、チョコを渡せ。いや、チョコはありきたりだから、意外性を狙ってあえてクワガタにしたいの。お前の前のやつもクワガタだったんだよ。コロンか。正解、何で通じ合ってんだお前ら。はい、もうダメなんで次のメンバー行きます。さとみくんどうぞ。あ、来た来た。ごめんな、急に呼び出して。お前に伝えたいことがあってさ。好きだよ。あ、それでバレンタインだからあんまこういうの得意じゃないんだけど、受け取ってくれ。里見山クワガタ。恋してる君に、恋してる僕は。もうええ言うとるやろ、クワガタは。てかなんだよ、里見山クワガタって。最高だったの？最悪だったよ。てかなんなのこれ、里見山クワガタ。だからなんなの、里見山クワガタって。これで何を伝えたいの？俺の思いをクワガタにして君を挟みたいんだよ。うん、ごめん、マジで意味わかんない。どうするよ、今のところクワガタしか渡してねえぞ、ストプリ。なんも胸キュンしねえぞ、この動画。ちょっと流れ変えたいんで、次、リーヌくん行きましょう。どうぞ。あ、待ってたよ。え、なんで呼び出したかって？君に伝えたいことがあってさ。じゃあ、言うね。君のことが大好きです。これ、受け取ってください。タケノコ。恋してる君に。止めて止めて。なんでタケノコ、リーヌくん。いいでしょう。よくねえって。タケノコの里ならまだよかったけど、タケノコ単体って。キノコのがよかったかな。キノコの山ならよかった。ちょ、やばいって、今のところ誰もチョコ渡してねえぞ。ちょ、そろそろ本当お願いします。次、ルートくんどうぞ。うん、来たか女。5分遅刻だぞ。最近えらく余ったれているようだな。まあいい、今月お前はよく働いた。受け取れ、給料だ。恋してる君に、恋してる。論外論外論外。何が？何がじゃないよ、シチュエーションも何もかもバレンタイン関係ねえじゃねえか。いや、チョコより給料の方が嬉しいかなって。夢なさすぎだろ、お前本当にイチゴの王子か。つか上下関係すごかったし、女とか言ってたし。はい、もうラスト、ナー君ならちゃんとやってくれるはず。はい、ナー君どうぞ。76角58金47飛車おーって。恋してる君に。はい、ストップストップ。ただ将棋してるだけじゃねえか。一番ひどかったわ、ナー君。いやー、一人ぐらいふざけてる人いてもいいかなーって思ってさ。いや、全員ふざけてんだよ。誰一人チョコ渡してねえんだよ。それはちょっと動画的にまずいね。うん、まずいよ。よし、みんなを呼び出して最後いい感じに告白しよっか。そうだね。はい、みんな集合。あの、最後だけいい感じに告白することになったからちゃんと頼むよ。みんな行くよ、せーの。君のことが好きです、受け取ってください、チョコレート。それは出さんでいい。